阿賀野は、大日本帝国海軍の軽巡洋艦。阿賀野型軽巡洋艦の一番艦。艦名は、新潟県と福島県を流れる阿賀野川からちなんで、命名された。1940年6月18日、第132号艦は、佐世保海軍交渉で寄港。1941年9月20日、第132号艦は、軍艦、阿賀野と命名される。 同日付で、アガノ型のネームシップとして登録。同年9月12日に内示された、昭和17年度戦時編成で、アガノは、第4艦隊、第9潜水艦隊の機関となる予定であった。第9潜水艦隊は、旅百型潜水艦を機関とし、第45潜水隊、第55潜水隊、第65潜水隊で、編成予定である。同年10月22日、 心水。命名式には、昭和天皇の名代として、国和王が臨席した。同日府で、クレチンジュ布石となる。1942年2月15日、前年11月下旬まで、古高型重巡洋館一番館、古高館長だった中川博士大佐は、阿賀野偽装委員長に任命される。2月25日、佐世保海軍交渉に、 アガノ偽装院員事務所を設置する。本館が竣工する頃、すでに太平洋戦争はターニングポイントと呼ばれるミッドウェー海戦を過ぎてガダルカナル島の戦いに突入しており、戦局は悪化しつつあった。10月31日、アガノは竣工して海軍に引き渡された。同時に警備官と定められる。中川偽装院員長もアガノ初代館長となった。同日筆で、 アガノ偽装院事務所は撤去。11月19日、アガノ及び第17駆逐隊に招待はトラック進出を加齢される。11月20日、アガノは第3艦隊第10戦隊に編入。12月1日、アガノはトラック白地に進出した。同時に駆逐艦、正月より第10戦隊機関を継承。だが、軽巡洋艦が水雷戦隊を駆使しての戦闘は、 ほとんどなかった。本館型の設計技術会議に関与した、うがきまとい連合艦隊三傍長も、果たして現下の要求に耐えられるのかと懸念を示している。その頃の日本軍は、ニューギニア方面の作戦を進展させるため、ニューギニア東北岸のマダンとウェワクを占領して、飛行場を設置し、だえ、サラモアに対する広報基地として強化することにした。だが、 ポートモレスビーの連合軍基地から激しい空襲を受ける可能性があり、外南洋部隊指揮官、三河軍一大八艦隊司令長官は、上枠攻略部隊の上空警戒のため、第二航空戦隊と護衛部隊を派遣した。12月13日府で、第二航空戦隊、第十戦隊各部隊は、南東方面部隊に編入。上枠攻略部隊は12月16日12時。 ラバウルを出撃、マダン攻略部隊は、同日18時に、ラバウルを出撃した。母艦航空部隊もトラック白地を出撃、同部隊の援護を受けた、ウェワク攻略部隊は、特に大きな戦闘もなく18日夜に、ウェワク洋陸に成功した。一方、マダン攻略部隊は12月18日の空襲で、五国丸が中破、潜水艦アルバコアの来撃で、 天竜を喪失した。12月20日、第2航空戦隊及び第10戦隊各艦は、前進部隊への復帰を加齢された。1943年1月上旬、第10戦隊機関は、駆逐艦秋月に変更された。1月19日、秋月は、米潜水艦、ソードフィッシュから来撃された、輸送船明マルの救援のために出動したが、 アメリカの潜水艦のーチラスから来撃されて大破し、木村司令官も負傷した。木村少将の後任として、小柳富次少将が、第10戦隊司令官に任命される。同年1月下旬、2月上旬、カダルカナル島からの撤退作戦が実施された。これを支援すべく、前進部隊指揮官近藤信武第2艦隊司令長官以下、重巡洋艦4隻、戦艦2隻、 軽巡3隻、空母2隻、駆逐艦、輸送船2隻という戦力が集結。前進部隊各部隊は1月31日にトラック白地を出撃。2月3日、第1次撤収作戦損傷艦の補充のため、駆逐艦2隻は前進部隊から警護作戦実施部隊に回され、ショートランド白地へ向かう。その後も前進部隊や東方県生隊は、 アメリカ軍機動部隊出現に備えて待機したが、交戦の機会はなく、化合作戦成功とともに、順次トラックへ帰島その後、同地で待機した。5月上旬、第10戦隊は、第1航空戦隊を護衛して内地へ帰島する。5月8日、日本本土へ帰島した。アガノは6月3日から7月2日まで、クレ海軍交渉で入居を含めた整備を行い、 この時に21号電探を装備した。また 13mm 連装機銃2機を 25mm 連装機銃2機に交換、飛行艦板交端左右に25立方 mm 連装機銃を1機ずつ装備し、25mm 機銃は連装2機、3連装4機の計16丁となった。本艦修理中の6月21日付で第10戦隊司令官は、 小柳富次少将から大杉森和少将に交代した。第8戦隊、第10戦隊、最上、軽巡洋艦、大淀、水上規模艦、日清からなる。第1部隊は、陸軍南海第4守備隊の第1次進出部隊の輸送に従事し、空母、昇格、随格などとともに7月10日に内海西部を立ち、7月15日に、 トラックに到着した。マーシャル方面へ進出予定であった南海第四守備隊は連合国軍のレンドバ島などへの上陸によりソロモン方面へ転用されることとなり、第一部隊は7月19日にトラックを発し、7月21日にラバウルに到着。ラバウルから先は日清特地区間五席により部員と部下島への輸送が行われ、 第10戦隊指揮官は機関を駆逐艦、萩風に移して、これを指揮した。この際、日清が撃沈されている。第4駆逐隊以外の第1部隊は7月24日にラバウルを発し、7月26日にトラックに戻った。8月6日、阿賀野艦長は中川広大佐から松原広大佐に交代した。1943年11月1日。 それまで輸送作戦の任務についていた阿賀野に出撃が命ぜられた。当時の阿賀野以下第10戦隊各艦は、路合作戦に伴う第一航空戦隊航空隊の基地物件を輸送してラバウルへ進出中だった。連合艦隊司令部は阿賀野、初風、天津風、大波、巻波、長波、若月、風雲を南東方面部隊に編入した。だが、 駆逐艦3隻は、ラバウル未到着のままだった。この後、第5戦隊司令官大森センタ太郎少将を指揮官とする連合襲撃隊が編成され、本隊、第1警戒隊、第2警戒隊、輸送隊という戦力が揃った。11月2日0時45分、しぐれの敵艦隊発見報告をきっかけに、アーロン・エースメリル少将を率いるアメリカ艦隊との約2時間に、 及ぶ野戦が始まった。当時の日本艦隊は主体が中央第一警戒隊が主体左前方第二警戒隊はの順番で主体右前方を航行していた。最初に米艦隊と交戦したのは第一警戒隊で主体と第二警戒隊は回避行動に専念し、妙高と初風の衝突を招いた。主体が射撃を開始したのは シグレの報告から26分後の午前1時16分であり、主体の右側にいた第二警戒隊も選挙区に全く貢献できなかった。本海戦は日本艦隊の完全敗北で終わった。日本側はアメリカ軍輸送船団の撃滅に失敗、アメリカ軍上陸拠点の排除に失敗し2隻を喪失した。アガノイカ日本艦隊は11月2日午前9時以降、 順次ラバウル駅等した。11月5日と11日、連合軍の空母機動部隊が、ラバウル停泊中の帝国海軍艦艇に空襲を観光した。11月5日の空襲直前、第二艦隊司令長官、栗田武雄中将指揮下の遊撃部隊がラバウルに進出。まとめて、空襲にさらされた遊撃部隊、連合襲撃隊、 第二水雷戦隊は大打撃を受けた。アガノも降格砲1機が使用不能となり、重軽傷11名を出した。11月11日のラバウル空襲では、アガノの艦尾に巨雷1本が命中、艦尾から艦隊10メートルほどをもぎ取られ、4軸スクリューの内内側の2軸も喪失した。最大発揮可能速力18ノットに低下。他に、 夕雲型10番艦鈴波が沈没、夕雲型4番艦長波が大破した、数隻が若干の被害を受けた。また機銃装車により、阿賀野座城の大杉司令官は重傷を負った。これを受けて、南東方面艦隊司令長官、草勝富一中将は、水上艦艇のトラック解雇を加齢。同日午後2時、阿賀野は、帰化の駆逐艦裏風に護衛されて、 トラック白地へ向かった。火事がないため、スクリューの回転数を調整して、進路を変更したという。また、アガノと裏風間にロープを渡し、裏風が大王だとなった。11月12日、トラック南西40海里を航行中の2隻は、アメリカ軍のガトウ級潜水艦のスキャンプから捕捉され、アガノはスキャンプの2度にわたる魚雷攻撃を受けた。 環境下部に命中した魚雷により全部貫出は浸水、機械も停止して、航行不能となった。戦死者90名を出し、大杉司令官は、阿賀野から裏風へ移乗し、機関を裏風に変更した。同時刻、第二水雷戦隊は、潜水母艦長芸とラバウル空襲で大破した、高尾型重巡4番艦マヤを護衛して、トラック白地に向かっていた。 二水戦は、マヤ護衛を中断して、アガノの救援に赴き十二日夜半期、野代は、アガノの栄光を開始した。トラック白地からも、軽巡ながらと、秋月型二隻が救援に向かい、十三日中に合流した。十四日、波浪により野代アガノ間の栄作が切断したため、ながらは、アガノ栄光を行うことになる。十五日二十時三十分、アガノび、護衛部隊は、 トラック白地に帰投した。11月17日、松原広史大佐は昇格型航空母艦一番艦、昇格艦長へ転任。公認の阿賀野艦長は、松田高時大佐となった。12月3日、阿賀野損傷時に負傷した、大杉司令官は退任。木村進少将が再び第10、戦隊司令官職に就いた。12月下旬、第10戦隊に、 アガノ型三番艦ヤハギが編入される。ただし、ヤハギは内地にあって訓練中であった。この時点でのアガノの被害の状況は三番手法の直後で船体が切断し向部を喪失、火事と内側の推進機が二軸ともなかった。また右辺船底、環境と煙突の中間付近に長さ約12メートル、幅は最大約7メートルの魚雷による波行があり、艦室を破壊、さらに、 中央各壁にスプリンターによる穴があり、反対弦の間室まで浸水していた。このため喫水は上甲板まで1メートルもなく、沈没寸前の状況だった。工作艦赤紙による応急修理は、ケーソンを当てて、箱を塞いで間室を排水、艦尾の切断部分には仮の舵を左右に1枚ずつ装着し、 航空機用デリックのウインチのドラムまでワイヤーを伸ばして、巡回転で、重かじ、逆回転で取りかじに、操打できるようにした。その他に、全部鑑定には、浮力確保のため空のドラム缶400個を収納した。機関は5号、6号艦2機と、全部機械室の手機を使用して、外軸の推進機を回し、1944年2月14日の試運転では14ノットまで。 航行可能と確認された。1944年1月上旬、第10戦隊機関は、アガノから、駆逐艦秋月に指定された。アガノは、先の損傷を内地において、本格修理することになった。2月15日、アガノは、駆逐艦追い風と、第28号区選定に護衛されて、トラック白地を出発した。ところが、 直後の2月16日午後4時45分、アメリカのバラオ級潜水艦のスケートがアガノを来撃した。アガノは敵潜水艦を発見して、打工航行を行おうとしたが、人力相ダワイヤが切断して、テン打フノとなり、そこにスケートの魚雷が右舷に日本命中したという。午後8時、追い風が雪原を試みたが波浪により危険とみなされ、 カッターボートによる移動となった。炎上したアガノは午後9時に総員退去となり、午後11時半に退去が完了。2月17日午前1時45分に沈没した。地点北緯10度10分統計151度40分、北緯10.167度統計151.667度、10.167151.667。 阿賀野型軽巡洋艦最初の沈没艦となった。沈没により乗員約50名が戦死し、追い風に艦長の松田高時佐、裁下阿賀野上院489名が第28号区選定に阿賀野上院128名が救助された。なお、阿賀野の救援に向かっていた軽巡洋艦中も17日にアメリカ軍機動部隊艦載機の攻撃を受けて撃沈された。 アガノの生存者を救助した、駆逐艦の追い風も18日に、トラック島空襲により撃沈され、艦長の松田大最過多数のアガノ生存者が、戦死した。苦戦艇28号に、救助されていたアガノ生存者は、工作艦赤市に便乗、開港部隊等と共に、パラオへ向かった。3月31日、アガノは、艦艇類別等級票と、 帝国海軍席から除籍された。トラック島空襲で沈んだ、艦艇等も、阿賀野と同日府で除籍された。公会長の新堀正雄少佐は4月24日より、第1号輸送艦の臨時偽装委員長に任命。第1号輸送艦臨時艦長、空母運流偽装委員を経て8月6日府で、運流公会長となるが、同艦沈没時に戦死した。全約67名。 戦死者の階級は、戦死確認後の最終階級。艦長たちの軍艦誌171から173ページ、日本海軍誌第9巻、第10巻の召喚履歴に基づく。中川博大佐、1942年2月15日から10月31日、中川博大佐。 1942年10月31日から1943年8月5日、松原博士大佐。1943年8月5日から11月17日、松田高時大佐。1943年11月17日から1944年2月18日、戦死。ありがとうございます。